日本物産の提供でお送りします。あなたの名字を教えて。じゃあ名前を教えて。それじゃあ今から出す質問に答えてくれる？これであなたの心を少しだけ見せてもらうから受けてくれるよね？それじゃあちゃんと質問に答えてね。真面目に答えないと後でちょっぴり後悔するわよ。あなたにとって大切なものは？あなたの得意な宝くじで、あなたは初対、あなたは今どんな恋人を、あなたにとってあなたに恋人、あなたの性格は、不倫についてどう思いますか？はい、お疲れ様。以上で質問はおしまい。それじゃあいよいよゲーム開始です。冗談ばっかり。え？そんな、せっ、本当にバカび、絶対ゆ、わた、名前も、私はこの大会の実行